どうも。どうも、ジェルインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね。今日はね、ちょっと、大変重大発表ということで、ちょっと、どんな、話を、しようかみたいなところでね。オープニングテーマも、どれ、行こうかみたいな感じで考えつつ、普通に、行ってるわけなんだけども、ちょっとね、シンバ、買ったよみたいな、そこを、ね、めでたいこともありつつ、今日は、ちょっとね、皆さんにご報告が、あるっていうことで、SPI は全然復活っていうか、もともとね、その予定通りってことで、プラマイゼロまで戻したぜっていう。今日は、ちゃんとちょっとね、真面目に、ちょっとこれ、皆さんにご報告、スマイネル軍団の、重要事項ってことで、これ重要事項、SBI の株主である俺ということで、株主である皆さんに、ちょっとね、ご報告、スマイネル軍団の、株主である皆さんにちょっとご報告を、重要事項の、ご報告をちょっと申し上げなければいけないっていう、いうことで、黒木とか、その隣とかっていうレベル、もはや、もうその、そんなもんね、もはやもう SBI 様の、収益で、正直もうどうでもいいみたいな、もはやね、そこは、もう、なので、今日はね、ちょっと、はね、買いましたってことで、そう、ちょっとね、株で、普通に金が返ってきたってことで、全然買えるよねってことで、株も、買ったんだけども、そう、昨日ちょっとね、その話を、しようと思ったんだけども、それもあるんだけども、ちょっとね、重要な説明、真面目な話ですね、完全な真面目な話ってことで、ちょっとこれは、スマイネ軍団の将来に非常に重要なメッセージってことで、ぜひそこをちょっと考えていただきたいっていう、いうことで、じゃあこれちょっとね、もう言っていいの？本当にこれ、マジで。もうこれもサクッと言っていいわけ？これ。もう、サクッと言っていいのかしらっていう感じなんだけど、マジで。会社クビ来たってことで、本当に、近いからず、遠からずっていう、スマイネル軍団っていうのは、馬、現在はね、一時期5頭っていう状態だったんだけど、馬、3、現時点では、2頭プラス1と、総帥である、俺様っていうことで、ジェヌイン、この4人でね、今ね、4つの生き物で構成されてるという、そして応援していただいてる皆さんみたいな、ちょっと、非常にね、あとは、このね、なんて言うんだろう、いろんな、可能性を追ってここまで来たよねっていう、いろんな、可能性を追ってきたよねっていう、ここまで、何のために今ここにいるか。分かってるな、みんな。わざわざ、この大阪、一番ね、馬に近い場所で、就職ゲットして、もう働いてたのに、なんてわざわざ、おい、ジェニー離れてるんだ、みたいな、マジで。そこ？完全に、大阪離れて、心入れ替えて、めっちゃ働いてるっていう、マジで。そんな、そこまでは分かってるよね、マジで。いや、1時間引っ張らないけど、ほんとそこまでは分かってるよねっていう、マジで。あと1分以内に、家コミックス、なんという表現っていう。だから、聞いてくれるか、マジで。で、俺が今ね、この宮崎という地に、もうね、いわゆる、結婚するときに、嫁のね、ご両親に、
ご挨拶した、まあ、もう離婚してるんで、もう関係ないんですけど、まあ、ね、元嫁のご両親にご挨拶したときに、長崎に上陸して以来、全くゆかりのないこの宮崎という地に、まあ、降り立って、そんな中、本当、まあ、誰も友達とかいないし、もう身一つで、やってまいりましたっていう、マジで、もう、やってまいりました。そんな中で、言っていい？ほんとこれ。もうほっといていいのかも、これ、もうすぐ終わっ、もうね、一瞬で、もう、あ、え、マジかよ、ジェニー。お、そ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 んな、そんな、まさか、みたいな。いいのか、本当にこれ。もう、うまかったのか、買いましたね。はい。まあ、皆さんから巻き上げたお金を、ちょっと株式投資に回して、一時期はもうゼロになりかけたのが、まあ、全部戻ってきたんで、まあ、これは絶対買うタイミングだよなってことで、馬は買ったんですけど、まあ、その話もね、ちょっとまあ、やりつつっていう、その前にだ、本当に。おう、もうその前にだ、本当に。そこ、まずは。重大事項の発表ってことで、おう、まあほんとね。まあ皆さんちょっとこれ、なかなか、まあ、マジ、意外なんですけどっていうふうに、ちょっと、思われてしまうかもしれないんだけども、まあ宮崎に来て、もう半年か、5月に、もう来て、結婚メイトってか、相手がいなきゃできませんけどっていう、これ。おー、そうそう。まあ、今年の5月に来て、まあ、これ11月なんで、ちょうど半年だよな。おー、6ヶ月。早かったねっていう、おー、ほんで、まあ、そんな間にね、ブレスを失い、で、まあ、ピクセルを失い、プロミスを失い、もうね、もう大切な馬たちを3頭も失って、それでも残った馬たちで頑張って、ジャパン、ムービー、もう勝ってくれて、もう頑張ってきたのにっていう、そこの、しかも、その清武ホースパークで、その実際の馬を学ぶ、現場を学ぶみたいな、おマジで、キャバでいい。キャバはぶっちゃけもう本当に、ちょっと株が儲かったんで、ちょっと軽く3セットみたいな、をちょっと行ってしまったっていう。まあ、そんなことはいいんだよ、だから。そんなことはいいんだけど、そうやってね、現場をちゃんと、どんだけ厩務員さんが大変な思いしてるかっていうことを学ぶべく、ちゃんと、まあ、そのボロ掃除から、ブラッシング、まあ、強いては当落をつけたり、これ、くらつけたり、まあ、自分で乗ったり、おお、そして先週落馬してみたりみたいな、おお、マジで。もうそんなな、もう本当に、もういよいよ、もういよいよこっからみたいな、おお、そして綾競馬デビューみたいな、おお、ジョッキーとしても日本初の馬主ジョッキーデビューみたいな、うん。そう、半年でね、ほんといろいろあったっていう。そんな、まさにね、まあ、順風満帆とはいかないけども、もうこっからだぜ、ベイベーっていう、まあ、この矢先にだ。これ。マジで。もう言っていい？本当に、いや、信じられないと思う、本当に。もう。信じられないっていう。おー。マジで。はよ、家ごみ。どういうことこれ、マジで。ちょ、し、失権、真剣なんだけど、本当に。おー。真剣なんだけど、マジで。おー。まあ、いうことでね、本当に、まあ、真剣に、まあ、JRA、馬主を目指している、まあ、ジェヌインとしては、本当ね、やっぱ、今の現状に満足することなく、この宮崎という未開の地にチャレンジしてやってまいりましたっていう、おー、ネタじゃないから本当に、
ネタじゃないから、本当に。マジで。もう本当今日はもうはっきり、ネタではない。もう先に言う、本当に。ね、もう本当に、ちょっとショックで、倒れてしまう人とか、もう完全にちょっとなんか、心臓に、まあ、自信のない方は、ちょっと、まあちょっと、ぜひお控えくださいみたいな。マジで、もうそこは。そこはマジで、ちょっと分かってほしいっていう。本当に、なんだ、誰が脱税、脱税する、脱税っていうのはな、儲かってる人がやることですよねっていう。儲かってないのにどうやってまで脱税すんねんっていう。税がかからない、まず税が。マジで。え、何が。いや、横領、だからな、横領ではありませんよね。株式でちゃんと取り返しましたから、横領ではありません、これ。むしろ、その利益は、まあ、ちょっと僕は着服するんだけど、それ完全に。まあ、ただ、馬は買うっていうね。ちゃんと馬は買え、元はちゃんとね、もう要は、取った金はちゃんと返すっていう、これ。スマイネル貯金はちゃんと戻すよ、MDP は戻すよっていう、マジで。ほんとね。ちょっとこれ、じゃあ発表していい、本当に。大丈夫っていう、黒木。だ、いい、もうな、全部見してやるよ、じゃあ。全部見してやる、本当に。もうな、まあ、たさん住所とか、もうほんとね、まあ、もうな、あ、もうな、まあ、ちょっとこう、言えんものもあるから、もうそこは、ちょっと本当に、園田に来た人だけには、ネタじゃないってことを完全にね、証明する、まあ、物品があるから、もうそれ見してやるけど、まあ、そんな話じゃないんだよ、今日は。もう、そんなレベルの話じゃないんだよ、マジで。そんなレベルの話じゃないってことで、言っていい？本当に。じゃあね、ちょっと。まあ、発表しますってことで、私、ジェヌイン、11月、31日をもちまして、宮崎を離れることになりました。短かった、まあ、非常にね、短かったってことで、今この NS ビル303を、まあ、引き払い、まあ、離れることになりましたってことで、本当ね、さよなら、さよなら人類ってことで、ちょっとね、せっかく慣れてきた、まあ、ところではありますが、宮崎を、まあ、離れることになりまして、ちょっと皆さん、ほんとね、まあ、今まで、ちょっとありがとうございましたってことで、はい。どこ行くのというか、もう言っていい、これもう本当に、ちょっとね、まあ、じゃあ簡単に、まあ、どういうことかというと、まあ、俺がまた宮崎、あ、じゃあ、ジェヌイン宮崎、どうした、クビなのっていう。だから、もうそこ、じゃあね、もうちょっと、まあ、まあ、そこちょっと発表ってことで、ジェヌイン、出向になりました。
皆さん。さよなら宮崎。さよなら宮崎と。どうも。どうもジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということで。さよなら宮崎。半年という短い期間でしたけども、大変お世話になりました。宮崎県、戸籍も移したけど、私、今月末をもちまして、宮崎を離れることになりました。ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということで。ガチャンっていうね、もうちょっと、完全にカメラの接触がボロいっていう、これ。どういうことやねんって、これ。どういうことやっていうね、これ。おー。マジでって、何が顔に赤が、どういうことやねん、これ。顔に赤が溜まっていて、どういうことやねん、それは。顔に赤って溜まるの、そもそも。おー。ということでね。子会社にね、出向になりまして、宮崎を離れることになりました。皆さんね、ちょっと大変お世話になりましたってことで。おー、そうそうそう。え何が土下座ってどういうことやったの なんで俺が土下座せなあかんねんっていうね。そうそうそう。おー、いうことで、ちょっとね、せっかく、まあ、慣れてきたところではありますが、まあ、ジェニン、子会社に出向ってことでね。はい。本当にありがとうございました。いや、住民票じゃなくて、ちゃんと戸籍も移しました。はい。もう基本的に、職を変わるときは、俺もね、全部、戸籍ほど移してるんで、はい。だから、結婚して、その後、まあ、そのね、大阪に行って馬主になるときに戸籍も移してます。はい。そのとき、だから、バツイチは消えてます。はい。で、大阪から宮崎来るときにも戸籍も移してます。もちろん住民票も移します。両方移してます。はい。そうそうそう。まあ、いうことで、出向っていうことでね、はい、子会社に出向ってことで、もうこの家も、今月末までというね、はい、感じですね。本当ありがとうございましたっていうね、そうそうそう、本にできそうなくらい波乱万丈だねっていう、波乱万丈の意味がちょっとよくわからないなっていう、そうそう、梅田、いや、全然違いますよ、もう。大阪は、ありませんね、会社はね、はい、残念ってことで、そうそう、お前、牧場は、まあ、全く、まあ、家はなくなるけど、全く行かないこと、なんていうの？全くゼロではないから、もちろん、なんか全社会議みたいな、そうそう、そういうのが、まあ、あるよねっていう、そうそうそう、僕、数千年の逆襲が始まる。どういうことっていうの？なんか、カタカナ化しみたいな、そうそう、給料。いや、まあ、その来年度からは、その子会社、なんだろう、まあ、今、半分、なんだろうな、その、月、まだ、半期、だからね。うん。まあ、来年度のことはちょっとまだわからないっていう。うん。そうそう。いいから本題入っとるかなっていう。おー。ということで、宮崎で友達を作りたいなと思ってたんですけど、まあ、残念ながら、まあ、ちょっと出向ということで、はい。宮崎、いや、福岡じゃなくて、まあ、TOKIO っていうことでね。うん。そうそうそう。うん。戸籍を移すと離婚歴って消えますよ。はい。バツイチっていわゆる前に嫁の名前が入っているところは消える。まあ当然その、ね、前のその江東区まで戻れば、もちろんその履歴は取ることはできるんだけどね。そうそうそう。犯罪者のことだ。戸籍をちょ、だね。今回はもちろん、俺は宮崎に戸籍を置いていく。もう、とてもいい場所だから、マジで。うん。だから、宮崎に戸籍は置いていくけども、もうほんとね、頑張って、また、ちょっとね、戻ってくるぜ、みたいな。おー、そうそう、宮崎より田舎。いや、東京です。はい、東京ですっていう。うん、そうそうそう。うん。取り立てから逃げるために戸籍を、ドキドキドキみたいな。そうそう。だから、こんだけ阪神やってるとね、もう物バレでしょ、みたいな。そうそうそう。うん、東京。うん。まあ、東京ってことで、まあ、4年ぶり。まあ、馬主になる前に、秋葉原、まあ、そこで配信見てた人もね、いるかもしれないけども、まあ、4年ぶり、3年ぶりか、3年半ぶりか、の、まあ、時よってことで、まあ、今回ね、まあ、さっきのね、まあ、黒木ってことで、もう、一つ学んだことは、もう、こうやって、月3万とかのボロアパートに住んでると、隣の人が、そうやって金借りに来るとかっていう、そのね、そういう、人が、やっぱり、多いよねってことで、もう完全にちょっとこれ、なんだろう、ちゃんとしなきゃみたいな、だそこはちょっとね、今度住む場所は、ま、完全に頑張ろうみたいな、東京とか安すぎるってどういうことだよ、そうそう、スマイルハイ。いや、だから、スマイルハイはもちろん別に宮崎から
大阪でも、むしろ東京から大阪の方が近いよねっていう、別にそこは全く問題ないんだけど、来るのかよ、東京臭くなる、どんだけ俺の体臭きついねんっていう、これ、マジで。関東組オフ。まあ、オフって言ってもね、馬、走ってないからね、それはちょっとどうかしらみたいな、全然、なんだよ、全然おめじゃないって、まあ、いうことで、12月、まあ、ちょっとね、具体的に、どこでっていうのはちょっとまだ、まあ、未定というか、特に配信自体は、まあ、月いつやるのっていうのは全くわからない状況でありますが、まあ、TOKIO ってことで、ハゲが、難関競馬に行く。だから難関競馬行くっていうのも、そのね、平日はもう働いてるからね、俺ね、一応。君たち信じられないかもしれないけど、一応、労働してますから、俺。ごめんなさいってことで、残念っていうね、早く聴取、絶対、もう絶対言わない、マジで。もうな、今度は、そのね、ま、今回のね、そのね、305物語じゃないんだけど、そういうこともあってはならないから、もうほんと、次は、完全、もう、なんだろう、もう、オートロック、フルロック、鍵がなんか5つぐらいついてるような部屋に住もうかなと思ってる、マジで。当面路上生活どこってあるんだから。いや、じゃあ、だちゃんと、そういうね、安いところ、例えばまた、なんか、2、3万とかのを探して住んでしまった暁には、死んでしまうわけだよ、本当に。また金借りたり、ね。なんか隣人がもうちょっとおかしいとか。だから、今度は俺絶対もうな、辛いけども、東京そもそも高いから辛いけど、もうちゃんとしたところに住む、マジで。東京大賞典期待してます。まあ、ちょっと自分の馬がね、出ないとね、あんまり行く気ないかな、みたいな。まず今度は山谷あたりに住む。山谷って何それ？山谷の意味がわからないって、この機会に南関東の馬主。いや、でもちょっとね、さすがに、レベルとか、予託とかって考えるとちょっと無理だよねっていう。まあ、あとやっぱり俺は、まあ、園田だっていう、ところはちょっと揺るぎないっていうね。仕送りができなくなると中止。いや、だから、そういうふうに君たちがね、乞食とか言うんで、もう、そう、絶対晒さないからね。どんなことがあっても、もう住所不定です。はい。無職じゃないけど、住所不定です。千駄ヶ谷、全然違う、全然違う。金かじて、みんな、5万ずつ貸してっていうね。私のマンション、ちょっと、くるくるくるみたいな、そこ、めっちゃ、何それ、なんか3食にし、3食、なんかね、夜月みたいな。ね、君はでも下月みたいな。足立区花畑の団地です。どこだよ、それ。あのね、東京本当にもう約3年半ぶりみたいな、感じなんで、正直あんまりちょっとね、どうだっていうのはあるんだけど、北区と足立区安い。まあ、だから、そういう風に安いところに住んでしまうと、またね、隣の人は金借りに来るでしょ、みたいな。絡まれるでしょっていうヤンキーに。だったら俺はもう絶対に、もうすごくセキュリティ、もう本当に鍵がやっぱり5、6個ついてるところとかオートロックだし、もうなんだろう、もうとにかく、もう誰もね、関われない、もうその空間に、もう AT フィールド張るよみたいな、どうせ自分でばらしません。はい、絶対に、俺絶対絶対にもう出さないから。いや、もう出しても、もうすぐにもうね、パソコン叩き割る、その瞬間に。ラグを利用して、今来た黒木、どういうことやねんだから。いや、だから本当に、ちょっともう305の話は、ま、もうその教訓として、もう住んじゃいけないんだよ、だから。何回も言ってるけど。こういう風な、もう要はね、ボロアパートに住めば、結局そういう人間が集まってくるんだから。だから俺は、ちゃんとしたとこに住んで、もう自分の身を固める、本当に。マジで。一瞬東海地方を通過するのか危険で。いや、関係ないよねっていう。実家の東海地方だからね、悪くなくねみたいな。東京湾住めよ。別に魚じゃないからね。魚類じゃないから。哺乳類だから。黒木との決着。まあ、だから、そこはもう本当に、もう最終的にはもう法的手段に出ざるを得ないかなとは思ってる。マジで。ただまあ、その労力とか、お金ってどうなのみたいなのあるから。まあ、そこは、多分、俺の意地もあるからね、もう本当に。逆にお金かかってでも、ちょっとね、もう出すものだったら、俺自身がもうね、まずは身の安全を確保してから、この状態でやると、もう逆にヒットマンにやられるかもしれないんで、ちゃんとこの場所を離れてから、もうちょっとやってやろうかなとは思ってるんだけどね。でも家賃安くして予託に回したよね。その気持ちはある。ただ、結局はね、そうやって隣人にお金取られたりとかするんで、結局プラマイゼロかなと思ってるんだよね。だから俺はちゃんとやろうと思う。バラさないと仕送り公式できなくて生きてる。
そうだ、どうしよう、バカ野郎だから。いや、そこは本当ね、ないから本当に。もういらない。古事記とか言われるぐらいだったらもう本当ね、もう無理だから。うん、そうそう。黒木と松の古事記、どこで繋がっとんねん、本当に。だから、そういうところにもう住まないっていう話だよ、だから。うん。そうそう。じゃあ絶対黒木は返さない詐欺だ。気をつけとって言い続けた俺に。あ、やばい。それは申し訳なかった、本当に。おう。まあ、その金はね、ちゃんとこう株式で取り返したんで許してほしいけども、それは本当申し訳なかった。ただ、もう、だから、教訓を生かして次は、ちゃんとしたところに住もうと思ってる。マジで。おう、そうそう。東京都。うん。東京都です。23区です。はい、そうそう。うん。大井松のチンパン。チンパン、どこにいるんだ、これ。ペット不可。マジで。ペット不可だから、基本的に。おう、無理無理っていうね。そうそうそう。多分、15メートル以下の極小ワンルーム。まあまあまあ、それは仕方ないよね。もうワンルーム。おう、ただ、ちょっと家賃はやっぱりね、弾むよねっていう。おう、それは、もう約ね、まあ普通に住んでも結局、秋葉原住んでるとこだって、ここ3倍おう、9万はしないけど、やっぱそれぐらいするから、普通に。だよな。おう、そうそうそう。おう、空気を信じるなら必ず返し。いや、だからもうそれはないからもう。おう、それはもう俺が悪かった、それは。もう俺が完全に君らが合ってる、そこは。もう俺がもう間違ってたっていう。おう、そうそうそう。おう、うるさい死ねハゲって怒ってるんだから。もう、ただの悪口じゃん、これ。今、ちゃんとね、これ会話してるからっていう。そうそう。あの秋葉原のマンションにも。いや、もうそこはないから。うん。あの窓のないマンションにはもうちょっと戻らないっていう。おう。だ、せめて、ほんとね、もうほんとに、もうなんて言うんだろう。あの、もう、まずはもう本当に鍵がいっぱいついてて、あの、オートロック。おう。まじ、もう本当そういうね、もう関係ない人がもう入れない、こう、AT フィールド完全にこう、ちょっと張るからマジで。おう。いや、転職じゃなくて、あの、あれです。出向です。はい。子会社に行きます。はい、そうそう。街中で幸子さんにバッタリ出くわすかもね。まあ、それはあるかもしれないですね。まあ、でも、僕は練馬区には行かないんで、うん。全然、あの、場所が違うんで、そうそうそう。何の仕事するの？まあまあ、あの、東京で、まあ、自分の得意な分野で、まあ、勝負するっていう。だ、いや、俺はだからね、むしろ、これはもう本当にチャンスかな、みたいな。小さいところをね、小さい会社を大きくするっていう。もともと言ったら、だから、それは。うん。だ、その、ベンチャーを、で、チャレンジするっていうことは、できるわけだから、また。うん。だそこは、むしろ小さければ小さいほど、自分の成果って出やすいんじゃねっていう。おう。だからもう本当に、フル創業でね、頑張っていきたいと思うんだけども。そうそうそう。おう。今来た人よ、松の宮崎から東京に移動、馬を食肉加工会社に売却ということなんだから。いや、全然売却してないし、今週も走ってますけどっていう。おう、そうそうそう。A 店左遷だから出向です。何回も言ってる出向です。はい、そうそうそう。男の一人暮らして AT フィールドって珍しい。まあだからね、よくわからないけども、ただ、もう隣が、こうやって金を借りに来るわけだよ、こういうとこだと。おう。なぜかね。やっぱり、それはもう言われた。おう。言われても、ちゃんとしたとこに住んでくださいと。ただ金がないよねっていう。おう。家賃は自分だけじゃない。これね、馬たちの家賃も払わなきゃいけない。餌代も。だから、お金がないよねっていう。だそこをもうなんとかしなきゃいけないっていうね。おう、そうそうそう。実績作ってランクアップ待つの。まあまあそういうことですよ、本当に。はい。もうそれは、やっぱり成果を出しやすいっていうのは、ね、100人の会社でも、ね、2人の会社だよねっていう。そういうことだよ、だから。そうそうそう。AT フィールド貼らなくてもいつも一人じゃん、お前。だから、結局ね、隣の年に305とか来るわけだよ、だから。おう、俺が言ってるのはそっちの方だよ、だから。そうそうそう。シンバの話は明日。いや、今日します。もう明日は、ちょっとあの、いないので、あの、ここに。もう、あの、配信ないので、この後、まあ、配信するんだけど、まあ、そういうことで、しばらくね、またね、ちょっと配信がなくなりますっていうね。もう、ちょっとそこはもう、ご了承くださいっていう。はい。ただ、まあ、一応、ツイッターが、まあ、ポツポツ更新が入ってれば、まあ、生きてるんだな、というふうに思ってもらえばいい。まあ、まあ、多分、1、2週間でまたね、また始められると思うんだけども、まあ、まずは家とか、うん。あとは、ま、その家具とかっていうね。そういったものも、人並みなとこ揃えなきゃいけないからね。そうそうそう。うん。出向は向き。まあまあ、片道ですね。はい。基本はそうです。うん。後ろの人も東京連れてか。配信中後にして怖い怖い怖い。怖いこと言うなっていうね、後ろの人って。そうそうそう。しんちゃんも私から AT フィールドに逃げるの。23歳、看護師。ちょっと待って。全然逃げません。むしろそのフィールドの中においでっていうね。そうそうそう。仮想が悪いだろう。いや、そう。だから、もう、305については、それはもう俺が悪かった。俺のがもう全面的に悪いみたいな。ただね、俺も意地があるんで、法的措置も含めて、もうやぶさかではないみたいな。うん。だからそこはちょっと頑張るみたいな。そうそうそう。
を、宮崎編最後に信じろと。いや、もうそれは別にね、大した、そういう悲しみの中のお別れとかじゃないから、これは。むしろ前向き、まあもちろんね、宮崎さんも前向きなんだけど、もうむしろ別にこの、あまりにも短すぎた宮崎みたいなね、もうあったかなかったかもよくわからないみたいな。そうそうそう。なので、これで東京行って、さらに、これちょっと株を上げて来ようぜみたいな。SBI 並みにね、みたいなね。そうそうそう。今日から配信当分ないのか。まあ、そうですね。今日、で、まあ、明日からはちょっとまた外出なので、外出というかまあちょっとね、家離れるので、でまあ週末は今度、なんだ、引っ越しの準備はね、まあ何もしてないんだ、これご覧の通り。まあ何もないんだけど、何にもまだしてないので、引っ越しの準備をしなきゃいけないんですよ。はい、そうそうそう。お前東京支社長になるんだな。いや、東京支社ないからだ。子会社って言ってるんだからね。そうそうそう。またあのクソみたいな、何これ。箱、ま、茶葉園、だから、いや、何回も言ってるけどね、それはもう、君は本当にもう残念だよねっていう、君そこをちゃんと見てるのに、それが茶番と言ってしまうの残念だよ。俺はちゃんと、ね、締めとしてやってる。別にここ締めるところじゃないから、ここは。だから、それはあくまでも通過点。そうそうそう。さっさと中央下がりの馬を買って、いや、誰が中央下がりなん、中央下がりと思ってんの、君たち。ちょい、中央下がりと思ってんの、マジで。いや、シンバって言ったよね、俺ね。一歳馬だ、一歳馬。シンバって言ったよね、俺ね。そうそうそう。乗馬クラブのお前のお手馬だ。お手馬じゃないけど、お手馬ではないけど、まあ、乗馬クラブというか、まあね、清武ホースパークは、まあ、こちらの宮崎にもしね、仕事で寄るときあれば、その時にまた寄って乗って、行こうかなとは思ってる。まあ、ちょっと先週ね、落馬したんで、ちょっとま、ショックみたいな。そうそうそう。ジャパンカップはね、多分できないかもしれない。まあ、前提でいいんじゃないかなっていうね。そうそうそう。お前、引っ越し楽でいいな。まあ、別にね、段ボール2、3箱ペペペって積んで、終わりみたいな。むしろなんかゴミ袋に入れて持っていけたらいいかな、みたいなね。そうそうそう。どうせこそ。で、言ったな、本当に。言ったな、じゃあちょっとね、もう話切り替えるんだけど、ちょっとな、ちょっと待ってよ。血糖値いるけど、血糖値。血糖値と話がしたい。ちょっとな、素人は、もうほんとね、ちょっとね、まあ、普通に聞いといてみたいな感じで、ちょっと、血糖値いる？ちょっと俺も、俺より詳しいやつ、マジで、血糖。早く新馬の名前を募集しろ。いや、もう募集。募集してますよ、もうすでにね。そうそうそう。なんで東京来んだよ。そのまま宮崎で、地鶏になれよ。バカ野郎、哺乳類から鳥類になってますねっていう。そうそうそう。いや、だから、仕事です。はい。まあ、本当に宮崎、結構ね、この半年で大好きになってしまったんで、まあ、それちょっと俺自身も意外だったんだけども、それでも、まあ、ちょっと、ああ、いるねっていうことで、ちょっと血糖値、ちょっとね、真面目に語れるか、真面目に。ちょっとね、とりあえず、デスクトップってことで、まあ、子会社へ、出向になりました。さよなら、宮崎。こんにちは。東京ってことでね。はい。東京に行きますね。東京の友達ね。まあ、別に知り合いはいっぱいいるんでいいんですけど、よかったらまたね、友達になってくださいってことでね。そうそうそう。はよ、ダバ出せ。なんという言い方。ね、馬主に対してダバって言った瞬間に君は殺されても何の文句も言えないっていうね。そうそうそう。俺、倒れ、誰だ。どうしたっていうね。もはやもう日本語じゃないっていう。そうそうそう。そういえば父親まだ聞いて。父親ですか？吉下です。はい。何か問題でもって。女作って出てきました。ジョッキーの転校は。だからジョッキーの転校は少し時間をくれっていうね。だから全くゼロではないから。そこは。宮崎ゼロになるわけじゃないから、そこは。だから、それはもう子会社でもしっかりと頑張って。で、まあ、そのね、ちゃんと本社戻ってきても、またしっかり働くみたいな。ダブルでダブル。な。2箇所で頑張ったら、さらになんかこれ2倍じゃねみたいな。まあ、そうはならないんだけど、そうそうそう。ポストに外れ馬券入れた。いらないから、だから。てか、ここはもう離れるんで、もう今何か送っていただいても、もうちょっと受け取れないということで、そこも含めてね、ちょっとご了承くださいということで、そうそうそう。先週走った軍団のクソ結果には一言も触れず、クソ結果だから触れませんよねっていうね、そうそうそう。家賃ちゃんと払え。まあ、そこはもうそういうところだから、家賃払わないと多分、強制的にもなんか、オートロックが開かなくなるみたいな、多分そういう感じなんでしょ、これ。そうそうそう。一分以内決闘へ、できないような首をつれ、わかりました。ってことでね。とりあえず、父馬。ちょっと決闘中の人、ちょっとね、ちょっと新馬。新馬情報ってことでね。新馬情報。ね。SBI の株価。
高騰につき、こっちの先かか、シンバ購入決定っていうことでね。おう、父。いいか、父言って、マジで。おう、なんで仙台、どんだけ仙台に住ましたいねんっていう。おう、そうそうそう。そうだ、ハゲ競馬のために週末一回休んだし、やれよ。どういうことやねんだから。どういうことやねんだから、そこは。おう、そうそうそう。せっかく正月に行こうと思ったら、あ、ほんまにっていうね。そう。正月はどちらにしてもね、こっちにはいないけどね。おう、そうそうそう。おう、血統中です。血統聞かなくても、お前が選んだちゃんに多分、なんということでしょうってね。そうそうそう。おう、まず、まあ、父、これ、父なんだと思うって言われて、いや、じゃあちょっとなんだと思う、父、ちなみに。おう。まあまあ、わかるよな。ちょっとまあ、これ MDP も開くか。おう。ちょっと MDP 開こう。まあ、常識的に、まあ別にね、株、まあ、高騰って言ったって結局、ね、元が戻ってきただけだから、もともと俺が使い込んだ金が、まあ戻ってきたよね、と。うん。まあ、それだけなんで、まあ実際、126万？おう。どこまで入れたっけな、これ。おう。あ、そうだ。そういえばね、お父さんがまたね、ちょっとなんか、混んでくれましたよねみたいな、おお、利用料ありがとうございますみたいな、そうそうそう、お父、恩気漠然、母、ジュエリラーベ、どういう馬だよ、それ、どこにいるんだよ、それっていう、おお、そうそう、金を抑えたいなら、パイロか、ヨハネスブルク、大穴でハイヤーゲーム、まあね、そこは、なんだろうな、もうそこは悪くない、ただ、もうちょっと俺はやっぱり夢を見たかった。まあみんなに、そのね、胸張ってちゃんと、お、それよくね？みたいな感じで言われる？だから、君らがまだ聞いてないから、その時点ではもちろんね、まあ言われるのは仕方ないんだけども、ちょっと、お、ジェニーマジかよみたいな。おまあヒントいくと、3で入ってます。3で入ってます。お3で入ってます。おそうそう、そっからちょっとまだ、想像してくれないかなってことでね。そうそうそう。おじゃあなのか。まあ全部入ってるか。うん。あと多分が、こうちょっとお父さんが5000入れてくれたんで、この5000足しても、まあ、一十百千、まあ、220、まあ、120万だよな。おう、まあ、もうちょっとは、払ってはいるけども、そうそうそう、おう、ガリレオ。いや、ガリレオはちょっとっていう。うん、ガリレオはレオちょっと。父、俺はハゲてるぜ。母、借金まみれ。もうどんな馬だよ、それ。どんな馬だよ、それ。もう見事に俺が生まれるじゃんっていう、それ。そうそう、おう、いや、ビグラスはもう高いよ。ビグラスは高い、マジで。おう、そしてサンデーが入ってないっていうね。おう、そうそうそう。おう、ちょっとね、そこはね、つながり的に A 新サンディっていうのは、ずれてないんだけど、出ないね、意外に、ネオユニ。いや、ネオユニはもう、だってもう、芝ちゃんっていう、まずね。おう、芝ちゃんっていう、そうそうそう。おう、どうだろうっていう。おう、意外と出ないね。おう、いや、一応、ダート、っぽい、感じなんだけども、キングヘル。いや、違うね。高いし。おう、高いし。まあ、値段はだから、まあ、この100、数十万っていうレベルで、おう、まあ、その値段はちょっと言えないけども、百数十万って値段で、まあ、買えるレベルだよね。これ100万はこれ引かなきゃいけないから。おう、そうそうそう、おう、アラミレ。いや、だから、アミラーレか。そういうマイナーな感じじゃなくて、もうちょっと、おう、なんで死んじゃんやねんって。だから、サンデー系って言ってるんだからね、サンデー系って。おう、サンデーサイレンスの血が入ってるのが、ブレス以来来ましたよってことで、おう、意外と出ないね。出るかな、すぐ出るかなと思ったんだけど、じゃあちょっと、書いていい？もうじゃあこれ。おう。じゃあちょっと書きますってことで、アドマイアジャパン、オールフェーブル、まだ現役ですかっていう。おう、そうそうそう。まあ一応、こちらってことで、祭りだゴッホ。祭りだゴッホです。はい。ねってことでね。そうそう。おう、タヤツヨシ、死んどるかな？死んどるかなっていう。おう、そうそう。黒、だ、サンデーって言ってるの、さっきからね。サンデーっていう。おう、北斗組がさ、死んどるかな？しかも牝馬やんけっていう。そう、だからゴールドシップも、現役ね、現役。おう、そうそうそう、いうことで、祭りだゴッホ3区です。はい。さあ、血統中。さあ、血統中、ここちょっと聞いてみようと。祭りだゴッホ3区の、まあ、母はわかんないから、母父として、何を入れたい？何を入れたい？それ、だ、それはね、根拠の目、根拠。どこがないかっていうの、根拠の目だから。おう、母父。松井田ゴッホの蜂に何を持ってきたいっていう。だ松井田ゴッホって言ったらね、中山ってイメージが、まあそのね、競走馬としてあるかもしれないけども、これ、松井田に対しての蜂、いや、血統中のになったら、多分ここまだね、ちょっと、お、マジかよっていう、おなると思う。そう。蜂に何持ってきたい？何系持ってきたい？マジで。おそこ。何系でいいわ。多分そこをスパッと出る人は、もう、あ、君ちゃんと分かってるねっていう、おマジで。おう、バランスオーゲーム。いや、まあ、母、父、芝。いや、芝もちろん、芝もいけるけども、いや、全然ダートも本当はいけるよ、みたいな。おう、地方でちゃんと。いや、まだね、だからその実績は、もちろん新種目だから、今年からだから、出てないんだけど、おう。
ハーチに、何もメジロマックに、それ、ステーゴールドやんけ、それ。ステーゴールド。おだからここ、ハーチに、何、いや、それ、これ、それはもう、あの、いわゆる理想、何系でって何系で、何系。うん。何系。だから、合ってるの、合ってるのは、合ってるのあるんだけど、何系祭りだごっこといえば、ハーチ何系持ってきたいっていう。おぉ。マジで。ハーチチ。おぉ。そう君 !59252 だよ正解ミスプロそうなんなミスプロ系おぉ。いいですか皆さん、ミスプロ系、これ。おぉ。ミスプロ系。これが、まあ、いわゆる、ステイゴールド、ハーチチ、メジロマックイーンっていう感じおぉ。ハーチチ、祭りのごっこ。どういうことやんだなんで松のごっこと祭りだごっこかけとんねんっていうの。おらんから、そんな、まあ、そうそうそう。おぉ。だから、ここ。うん。松井田ごっこには、ミスプロ系のハーチがあるといいよね、と。おぉ。いうのは、これね、もう Google で検索したらすぐ出てくるんだけども、基本的にこれニックスって言われてます。はい。なぜかというと、今年勝った松井田ごっこ3区のシンバ、母父ミスプロ。おぉ。マジで。まあ、あの、今日、なんだっけ、ウィンなんとかなんだっけ、あの、東京2歳、何杯だっけあれ、おう、違う。あ、どうやって見るのあれ、ちょっと。おう、ネット競馬で見るか。ネット競馬。先週あったやつ、先週あったやつ。俺もそれ見てたんだけど、おう、マジで。わかる？おう、ダビスタか。いや、ダビスタかというか、それ普通にニックスタちゃんとあるから、実績でね。うん。そうそうそう。おう、ちょっと見てみようか。先週の、東京、なんだっけ？東京なんだっけ？おう、いや、Google で検索したらすぐ出ますよっていうね。そうそうそう。おう。で、こっちか。先週の土曜日。うん。そうそうそう。北海道にいたの馬？いや、いない。あれはだってもうデビューしてんじゃん。おう。1歳だから、1歳、1歳。そうそうそう。おう。ミスタープロコジキってそんなだと。ミスタープロスペクターだろっていう。なんでが、なんでが、ミスタープロコジキ、それ俺じゃんだから。それ完全俺だよっていう。そうそうそう。あ、トースポハイね。おう。そうそう、東京ちゃうかった。トースポハイの、これ。おう。ウィンマーレライ。うん。これが多分今一番走ってる松井田ごっこさんから。そうそうそう、ウィンマーレライね。そうそうそう。おいつ北海道行くの？いや、実はもう北海道じゃなくて、まあ、すでに、ちょっとね、実は、園田近辺にいるみたいな。そうそうそう。お松井田ごっこ。おハーチシー、サイシペガサスと。おまあ、これが多分一番よく走ってる馬かな？うん。まあ、東京新馬ちょっとね、まあ、しんどかったけども、おまあ、普通に、頑張ってよねみたいな。上がり33秒台だよねみたいな。おぉ、そうそうそう。ウィンマーレライね。そうそうそう。おぉ。で、まあ、フサイチペガサスで、ハーチミスプロ系ですよね、と。おぉ。で、松井田ごっこで、ハーチミスプロ系が、今、シンバで勝ち上がってる2、3頭かな。で、今、多分2歳のリーディングサイヤーで、ごっこ多分7位ぐらい？おぉ。全然走ってるんだよね、マジで。おぉ。ごっこ中央問わずあまりダーッと結果出してないんでね。まあ、いや、まだね、だから、芝しか走らせてないっていうことだと思う。おぉ。だ、その、ハーチチミスプロなんて言ったら、もう本当に、これ完全に JRA だよね、みたいな。おぉ、ハーチ教える。だから、あ、ハーチチは、ね、ちょっと待ってよ。忘れた。ちょっと後でちゃんと出すわ。おぉ、そう、大丈夫。いや、大丈夫。もうだ、そのね、この値段で、この、決闘ですよっていう、マジで。おぉ、てかお前またリスナーに相談なして馬買うって。だから、そこはもうね、仕方ないで。馬っていうのはもうね、ポンと出て、その場で判断して買うしかないっていう。おぉ、だからそこは一任してくれよっていう。おぉ、そうそうそう。おぉ、馬名、祭りだ、発見。どういうことやねんな。その、通るわけないだろうっていう、それ。そうそうそう。おぉ、ミスター、プロスペクター、山市、松のこと。どういうことやねん、だから。いや、だから、完全に、これちょっとね、おぉ、決闘中には文句言わせねえぜっていう、マジで。いや、多分ね、これは、おぉ、いい馬買ったなと言ってくれるはず。おぉ、体はちょっとまあ、わかりません。まだ見てないんで。おぉ、そうそうそう、おぉ、一番稼いでるのはウィンスプラッシュ。あ、そうそうそう、そう、君もいいこと言った。これね、ウィンスプラッシュ。まあ、なぜかウィンの2頭なんだけど、そうそうそう、おぉ、スプラッシュ。おぉ、この馬ね、これも松井田ごっこ。うん。松井田ごっこ3区は今多分リーディングで、そう、リーディングでだといいか、松井田ごっこ3区だよ。そのディープとかも合わせて、今2歳戦で一番走ってるのは、実は松井田ごっこ3区がちょっと上位みたいな。おぉ。これね。そうそうそう。オープン向かってますっていう。おぉ。これ。うん。で、しかも、人気薄で走ってるってことは、そんなに多分馬体が見栄えしなくても、これ結構やっぱ血統としていいんだよねっていう。そうそうそう。おぉ。地方のごっこ3って成績。いや、だから、今年からだから、確かね。うん。全然、だから、地方までしっかりとした馬が降りてきてないわけだよ。おぉ、そこそこマジで。そうそうそう。おぉ、壊れてるんだろう。
どういうことって、どういうことっていう、そうそうそう。3番目に稼いでるマイネルギャラソンも、ハチミスプロ。君はね、よくわかってる。俺が言おうとしたことをすべて言ってくれた、マジで。すべてマイネルっていうね。マイネル系っていうね。そうそうそう。ウィンもマイネルだから。で、見て決めたの。いや、見てもわからないんで、今はね。だから、決闘でしか判断できませんと。いうことで、見て決めましたっていう。そうそうそう。SS の血が入ってるのは魅力的だよね。もうそうですね。いよいよ、ね、俺も、サンデー、に手が伸び、まあ手が出るようになったよねっていう。そうそうそう。まあまあ、そういうことで、父、松井田方、ハーチミスプロ系と、いうとこだよ。しかも、いいか、しかもだよ、これ。これ、まだ、続きまして、ここだけじゃないんだよ。これだけではない。本当に俺は、馬主、頑張って続けててよかったなと思う。本当これは実績だと思う、マジで。またき、これはね、ここが、じゃあ、ただのね、その決闘だけじゃ当然走りません。わかってます。ただ、今回は、なんとね、母だよ、母。母が、ちょっと名前忘れてしまった。なんだっけな。母は、ちょっと待って、俺、お気に入り登録してるな、確か。母はなんと、わかるこれ。母。ミスプロ系で。ミスプロで、これなんか、ハチって言ったらいいのかな？ハチか、なんだっけな？なんだっけな？わあ、忘れてしまった。ちょっとマイページピ。母が、ちょっと待って。ちょっと一回。ちょっと一回ね、ここちょっと普通に戻して。母が、ちょっと待ってよ。あ、これか。そう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 。わかったわかった。今ね、ちょっと血統出してるんで、ゴーンウエスト。母父がゴーンウェスト。マジで。わかんない。ちょっと忘れた。G しか思い出せなかった。なんか、ガリレオか、ゴーンウェストか、なんか、ジャイアンツコーズウェイかどれかわからなくなって、ゴーンウェストでしたっていう。そうそうそう。何歳馬？ 1 歳馬。1歳馬です。可愛い1歳ですっていう。そうそうそう。松田さん地方で現在ちょっと走って、現在3区。いや、神社だから。だから、完全にそのミスプロ系入ってるかみたいな。じゃあ、その、いわゆる血筋がいいか悪いかっていうところまでちゃんと見てよね、みたいな。そうそうそう。だから、これは来るなと。マジで。ゴーンウエストだぜ、マジで。ゴーンウエストですよ、マジで。皆さん、わかります？これ、ゴーンウエスト。そう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 。ペスカのね、馬主さんのとこにも、松田オフ3区入ってて。まあ、やっぱりね、馬体はそんな見栄えしないんだけども、でも、1組で、入着してたりとかって、普通にね、言ってるよねっていう。そうそうそう。だこれ、ちょっとね、なんと、まあ、ちょっとね、まあ、母父がゴーンウエストなんだけど、母が、なんと、栄新2号、栄新2号です。わかります？これ。馬主が東に行くのにゴーンウエストとか、もうね、うまいこと言うなっていうね。そうそうそう。栄新2、ゴーン、ちょ、これ出すか。コントローラーとデスクトップってことで。ま、栄新2号の2012みたいな。わかる？これ。あれ？みたいな。もしかして、ジェニー、栄新さんに、譲ってもらったの？みたいな。そんなラインあるの？みたいな、これマジで。まあ、わかる人はわかると思うんだけど、ね、どのラインかっていうのは。そうそうそう。まあ、ちょっとね、そう。血統だけ聞くと高そうだ。まあ、その通り。マジで。この値段で、この馬がっていう。まあ、ちょっと値段は言えないけども。そうそうそう。なんと、生産者、栄新牧場。どうよ、これ。マジで。これ、どう？いいか？とうとう俺もこのレベルに来たってことだよ、マジで。このレベルに来たら聞いたことない。まあ、栄新って聞いたことあるよね。いや、それはあるだろうっていう。そうそうそう。理論的には走る可能性あるけど、走りを見ない限りは何も言えないし、現状5歩ミスプロって芝馬だよな。だから、スピードが違うよねって、まず。スピードが。スピード。で、俺、もちろん、もう、そう、別に、園田からの、みたいな、そこ。聞いたことねえな。いや、聞いたことない。その、栄新2号は聞いたことないかもしれないけども、この血統をご覧なさいと、まず。母は別にね、未出走も含めていっぱいいるんだから、見てみろ、これ。生産者、栄新牧場。この馬が、いいですか？皆さん。これ、ただのこれ、ね、これ、地方の個人、このね、零細個人馬主に回ってきましたよって話だよ、これ、マジで。おばあちゃん、テネシーが。そう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 。どう、これ。ちょっとこれ、なんか、熱くならないか、みんな、これ、マジで。
おお、兄弟はあんま走ってないですけどね。うん。あんま走ってないんだけど、でも、そこをこのね、松井田ゴッホとのニックスで、来るんじゃないかみたいな、これ、マジで。おお、そうそうそう、おお、新中国が聞いたこと。まあね、これちなみにこれがね、おお、まあ、テネシーがあるってことでね、まあ、こんな馬ですよっていう、おお、中央でバリバリ走ってたよねっていう、おお、かなり、まあ、かなりちょっとこれ期待できちゃうよね、みたいな。おー、よいしん、これは走ってませんわ、ウルカ。いや、だから、それはそうなんだよ。それはそうなんだよ。おー、ただ、いいか、社外さんで、その辺で、ね、ペットとして飼われてるまでも、地方走ったらぶっちぎりっていうのと一緒で、おー、これ、エイシンさんで、これね、普通に、まず回ってこないから、ここ。おー、マジで。まず買え、どんだけ金つっても、これ買えないから、マジで。おー、ここ。マジで。何が、何、君たちはほんとすぐ騙された、騙された。そんな話ばっかりしてるからね、これ馬券も当たらないし、これね、馬主としても成功しないんだよ、だから。おー、そうそう、何が。いや、母の成績そすぎる、そんなこと言ったら、そんな、未出走の馬どうなるんだよっていう、未出走の馬は、だから、おー、そうそう、近親に馬多いよね。まあ、近親は、なんだっけ、これ。うん。まあ、これ、多分ね、父が、ちょっと見てみようか。おー、父が、どれだっけ。おー。まあ、基本的に言うと、もう、なんだろう、中央だよね、みたいな。おう、いきなり地方でいいんですか、みたいな。おう、そうそうそう、おう、全然熱くならないけど、いや、全然熱くなりますけど、これで熱くなったら君ね、素人落ちでありますっていう、そうそうそう、おう、これ3区ってことで、おう、まあ、マンカフェハーツくらい祭りだごほう、みたいな。おう、まあ、いわゆるミスプロとのニックスを狙って、ここをつけてみました、みたいな。おう、さすが、エイシンさんだよな。いいか、これ。エイシンと歯がついてて、ね、違う、その牧場生産が違うとこじゃないから。ちゃんとした、れっきとした、いいだ、生産者エイシン牧場。だから、もうダービー取ったら、エイシンさん隣に俺が立つって、そういうこと。わかる、これ。マジで。おう、わかる。ああだこうだ言っても走るまでわからない。それはそうだよ。どんな馬だって、5億出したって、走るまではわからない。それはそうだよ。おう、ただ、この時点でどこまで期待できるかっていうところで言うと、かなり期待ができるってことだよね。マジで。うん。電子会社で、あ、本当に？おう、そうそうそう。まあ、エイシントゥーゴがお母さんですっていう。そうそうそう。俺も知らないけどね、エイシントゥーゴは。結果そんな感じで買ったブレスとかどうなった？だから、ブレスはもうだって、そう、むしろじゃあ言おう。ブレスは走ってたじゃん、中央で。すでにね。おう、すでに。走っててもわからない。おう、まだ走ってないからね、この馬は。ちなみに。おう、だ生産者？まあ、エイシンさんから、本来であれば、こんな個人のね、しかもレーサー話回ってくることはないものが、回ってきましたと。おう。いうことです。わかる？これ、マジで。おう。とりあえず、馬の画像を見ないかい。馬の画像はね、ないんだよ、まだ。おう。だ、ちょっとこれね、相談ないで、お父さんいる？これ、ちょっと今日、お父さんいるっけ？おう、そうそうそう。おう。とりあえず、未出走とベタバンは別も。だから、関係ない。ミスだ、じゃあ、ミス走なんで走らせんかって走るんだったら、一緒一緒、そんなもん。そうそうそう。なんでエイシンが手放したんだ。それは謎です。はい。それは謎ですっていうね。そうそうそう。まあ、本当この病的なポジティブは羨ましい。だから、ポジティブ、なぜネガティブに行くみたいな。なぜネガティブに行くっていう。そうそうそう。だと走って、あ、そこで、ね、だから、もうスピードがあれば、そもそも適性あるかなしかみたいな。うん。いうレベルはもうほぼ関係ないから、マジで。おう、そうそうそう。おう、ああだこうだいな、早く走らせる。早く、1歳だから無理だから、これ。おう、猫は通りましたけども。そうそうそう。おう、お父様ってことでね、お父様はこれ、いらっしゃいます？いない？いないか。おう、そうそう。まあ、いたらってことで、うん、ダートが向く感じの現状しかないのが問題。ダート向く、いや、だから、スピードいいか？いいか？もう、ダート適正ないって言ったって、オルフェーブルが園田来たら1着になるよねっていう。おう、そのレベル、マジで。お父さんが取りましたけども、そうそうそう。あ、いたってことね。ちょっとお父さんね、再来週、ジャパンが走る日に、もし、園田に来てくれたら、そのままね、ちょっとオーラ牧場まで行って見てきてほしいんだけど、シンバを。どうでしょうっていうね。そうそうそう。お父さん出てこいやっていうね。そうそう。初年度の父マンカフェが名古屋の川西にいる。そうそうそう。だから、そこね、まさにそれでね、そのマンカフェだったら俺も、それはちょっと赤いのジェヌインっていうね、適性的なっていう。それは確かにそうなんだけど、全然、ゴッホはいけるだろうっていうね。そうそうそう。血統だけで買うだけのお金持ちかお前。だから、その出よう出。
おう、じゃあ他どこで見るんよっていう。おう、馬体見たって。しかも馬体が良くても、そもそも走ったり走らなかったりっていう。おう、そんなことだからっていう。そうそう。おう、デビューできるか疑問で。いや、全然できますよっていう。おう、で、デビューできない馬なんていうのはない。そこはもう本当にちゃんと、おう、見てきてくれてるから。おう、そこ行けるからっていう、マジで。おう、そうそう。小病されたピクセルも頑張ってた、もしかしてかもするな、期待はできなくない。さあ、そうだよ、だから。おう、だから走ってみなきゃわかんないよねっていうところ。あとはでも、血統からは誰でもやっぱり判断できるその材料がある。そこは、おう、なんだろう、おう、可能性っていう意味で、お、全然これ松田候補には母チミスプロしっかり入ってるし、お、それは、まあ、意図がわかるよねっていう、この血統の。うん。まあ、それはさすが AC さんですよっていう、そうそう、え、お父さんパ、いや、だから、もしよかったら、その馬見たついでに、その帰りに、ちょっと見てきてくれませんかみたいな、おう、そうそうそう、おう、ちょっと予定が未定で、ちょっと厳しいかも、オーラってことで、まあ、未定だったらいいですよ、もう、もし行けたらっていう感じでね、そうそう、来週です、来週。うん、来週ぐらいに、ジャパンが走るときにどうかなっていう感じです、はい、そうそう、おう、また足の短い、まあ、それはわかりません、はい、まあ、見てみないとねってことで、エンチング鳴らします。ね、はい、いうことで、まあ、シンバの情報と、まあ、ちょっとジェヌインの情報ということでね、はい、まあ、今月末で、ちょっと宮崎離れることになりましたってことでね、まあ、ちょっと本当に、ね、宮崎いいとこだったんで、まあ、そこはちょっと残念なんだけども、でもむしろね、新たなチャンスを掴んだかなと思ってて、まあ、そこはしっかりとこれ、まあ、そのチャンスを生かしてね、さらに上に行って、JRA、馬主の資格、掴んだろうやないかというふうに思っています、と。はい。で、あとは、まあ、シンバね。まあ、シンバの方は、もうこれ本当に、もう、まあ、ほんとまたとないチャンスってことで、まあ、栄新牧場の生産馬が、ちょっと回ってきましたよ、と。まあ、いうことで、ここは、もう松井田ここに最適なミスプロが派遣に入ってるというところで、もう、すでになんかもう期待ができる。マジで。おう、もうこれはやっぱね、俺も相当これはいいんじゃないかと思ってる。うん。そしてまあ、ちょっとデビューに向けてはまだね、やっぱ半年以上かかるけども、まあ、ここはね、ぜひ、またちょっとね、そう、まあ、なかなか行けないけども、北海道並みに行けないけども、まあ、行けるときあったらまたね、ちょっと写真等々撮りながら、シンバ1歳を、まあ、ちょっとね、育っていこうというふうに思ってます。はい、いうことでね、またこれは改めてってことで、また行ける時が、ちょっと行って、まあ、写真とか動画とか撮ってね、皆さんにまたお届けしたいと思いますってことでね。はい、ってことで、まあ、ちょっと